この美術館は一人 の、 コレクターの、まあ、美術品を公開したわけですけれども、そのコレクターというのは初代根塚一郎という人なんですけど、まあ、私の祖父にはなりますけれども、主に大正から昭和にかけて大変活躍した、経済人産業人であります。で非常に大きな仕事をして、お金を貯めたんですけども、もともと本人は美術が好きで、美術品を集めていたわけなんですけども、ある時からですね、もうその国外に流出する、一級品の美術品をとにかく、集めてですね、国内に留め置きたいと。で自分のところに集めて、将来は自分が死んだならば美術館として広く世間に公開したいと、こういう意思を持って集めました。ですから非常にこの美術館、私立美術館ですけれども、普通のですねコレクションとは違いまして、分野が非常に広いんです、ジャンルが。ですから、主に私どもの美術館というのは有名なのは仏教美術、それから茶道具が主に多いんですけれども、この美術館というのは、日本美術を中心にした東洋美術、つまり中国美術、韓国美術もたくさんございます。でその中でも特に多いのは、茶道具関係とか仏教美術関係が多くございますね。今美術品の特徴だけを言いましたけれども、もともとここの土地にその初代の根塚一郎という人が住んでいたものですから、今となれば都心なんですけども、100年ちょっと前にその初代根塚一郎がこれを買い求めた時はまだこの辺は村でございまして、赤坂村といってですね、まだまだ郊外だったようですね、はい、それを全て家屋敷と美術品をそのまんま美術館にしたと、財団法人にしたということで、これだけの貴重な緑が残りましたんでね、大きな日本庭園と美術品と、それから今回建て直した建物と、この3つがですね、三位一体で非常に優れているという意味では、特徴のある私立美術館だと思います。